おお。ハロー。ハローです。ハローです。みんなヤッホー。みやこ先生ありがとう、ハート。ハロー。ハロー、ハー君音符ありがとう。こんな時間ですが配信を始めました。おりゃ、にゃ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 んだ。ぼやっきーさんありがとう。夏の扉って何？始まった合図がしたではない。確かに夏の扉開けてくださいな。マリュ、ぼやっきーさん、センプールさん、夏みかんちゃん、おー、長っぺさん、さんぱちさん、夏の扉開けてください。そうさん、福ちゃんち音符ありがとう。夏の扉開けてください。あれ全部読んだっけ。みゃんこ先生、はーくん、かつりんさん、みきちゃん、ツッカーさん、ジャックさん、マリュ、ボヤッキーさん、センプールさん、夏美館長、長っぺさん、サンパチさん、ソウさん、福ちゃんち、オリちゃんち、ありがとうございます。さすがボム予約もツタヤ限定の方でよろしくお願いします。ヤホです、ヤホです。いいね、待ち受けにぜひしてください。ぜひ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 待ち受けにして私を見てください。いろんな時、常日頃から。ルチ君、おもちさん、ありがとう、ありがとう。マイクいいですね。ぜひともよろしくお願いします。確かに確かに、そんなさ、今日ボムないよね。わかる。特急あずさん200回ありがとう。風さん、ジェリーさん、アムトンさん、ありがとう。お、息子ちゃんに、おー、いいですね。良きです。ジェリーさん、アムトンさん、モスコルさん、ありがとう。写真集もありがとうございます。パクチンさん、オリちゃんち、ありがとう。ゲットしてくれてありがとうございます。もう写真集もあと2日。信じられない。モリちゃん、ジャックンさん、おい、すごい。カツリン、ありがとう。ミラボ、パクチンさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。みんな、ケンタッキーさん、福ちゃんち、ありがとう。ハー君、いやー、ありがたい限りです。皆さんそうやってもういっぱい盛り上げてくださって。待ち遠しい、やばいよね。渋谷の紅白もありがとう。
チェリーさん、ジビンさん、ありがとう。ああそうね、渋谷もいろんなイベント盛りだくさんだからね。渋谷の広告早く見たい、終わるまでに絶対見れますようにって思ってる。絶対見れますように。もう買った？さすがです、ありがとうございます。そう、なんかリコチゲットしたよみたいな報告をそのボムさんとかもらえて嬉しいです。まだだって今日が始まってまだ15時間しか経っていないのに、15時間30分ぐらいしか経っていないのに。高幸さん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ぜひ本屋さんに走って。ジェリーさん、ハートありがとう。ツタヤね、ツタヤ、ツタヤ限定版裏表紙って書いとこ。ツタヤ限定版って書いとこね。裏表紙素敵だった。お、よかったぜ。時差があるもんな、ウケるね、わかる。東京あたりはさ、割とすぐ手に入ると思うけど、しかも蔦屋がない地域もあるしね。わかるわかる。レインボースターありがとう。サクッと軽くて美味しいよさん、ハートありがとう。いい名前、いい名前だね。マチャリンさんも広告見に行ってくださってたし、もうめっちゃ嬉しいです本当に。チュリガーさん音符、ニョッキミルンさん、ハイビスカスありがとう。ビスカス、はい、ビスカス、お疲れ様です。お疲れ生です。人生はどんなに。タラマニアさん、かわいい、ありがとう。ロッキンミレンさん、トリガーありがとうございます。もう本当にお疲れ様です。みんなはまだまだこれからかもしれませんが、応援しています。にゃんこー、しらすさん、ハイビスカスありがとう。お昼は食べました、もうお腹いっぱいです。くにちゃん、キハさん、ありがとう。んぷー、トークが待ち遠しい。そんなに？もう嬉しいよ、そんな風に言ってもらえて。私はもう不安です。8月10日どんな感じになるんだろう、不安です、超不安です。多いお茶50円、安いですね。ニョミルンさん、ありがとう。お星様、今はもうこんな時間ですが、みんなはまあバリ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 働いていましたよね、きっと。
カゼさん、おっとっとさん、かわいい、ありがとう。え、広島で写真集ゲットの予定、すごいじゃん、なんでなんで。ありがとうございます。8月10日が来る、心配、嬉しい。スクショダメです。え、盆休み、もうお盆欲しい。心の声、嬉しい。姫さん、ありがとう。マイク、リキイヌさん、500回もありがとうございます。よかったです、見てもらえて。こんにちは、こんにちは。今からちょっと暗メイクをします。ヨッキンミルンさん、ありがとう。え、なんで9連休なんですか、すごい。お手紙ありがとう、ヨッキンミルンさん。ゴールデンウィークじゃん。ブムの裏表紙、嬉しすぎます。ぜひ蔦屋限定版の裏表紙見に見てくださいね。祖父さん、ありがとう。お星様、Delightful. Thank you.裏表紙ヨロピクです。ツタヤ、そうだよ、通販でゲットしなきゃ。祖父さん、ありがとう。マイク、いろいろなんかあれした、リツイートみたひろ太郎さん、ハートありがとう。うん、リポストもめっちゃしてます。 Z さん、ありがとう、ハート。放置チャーハンの日いいですね。ありがとう、マイク。祖父さん、マイク、ありがとう。つたや、もう好きなだけどうぞ、好きなだけゲットしてください。息が当たるので、もうお得なことしかない。 Z さん、ひろ太郎さん、ありがとう。確かに時差あるもんね、広島あたりは。届くのお楽しみに。マイコルさん、音符ありがとう。お、15分経過が出た。いや、そろそろメイクを始めようかな。15分が経過されたらメイク頑張ろうと思った。
コチもしかしてセブンネットもリコチの写真集在庫なし。どういうこと？分からんよ。サンソンさんありがとう。やっぽー、なんでなんで、ありがとう。セブンネットショッピング、いやいや、ありますよありますよ。嘘、嘘つかれた。全然初心集17日から、ん、セブンネットは17日からの発送になっている。え、どういうことなんですか、遅いね。ソニーさんありがとう。なぜなぜ、ココロさんありがとう。なぜなぜ、ロミオさん200回見に来てくれてありがとう。なんでなんで、確かに。これも18、7日発送のメール来た。おお、在庫なしとか、うん、でも在庫なしにはなってないから違いますね。予想以上の量ってこと。発売日変更って書いてあったからちょっと焦ける。あの発送日、発送日、あ、発売日。にゃおさん100回ありがとう。ブラックチャットさんもありがとう。予想以上の量ってこと？もうみんなのおかげすぎる、それは。そういうこと？とりあえずいいこと、そうね、オッケー。そう、信じているよ。嬉しすぎるわ。でもよくわかんないや。よくわかんない。どうなんだろう、注文数が想像以上だったのかな。でもよくわかんない、私もちょっとメイクをしていきます。あ、そういえば眉毛濃いって言ったよね昨日、うん、なるほどね、思い出した。昨日の会話を。やっほー。確かに昨日浴衣着てたね私。
ね、なんかページ数多くて嬉しかった、ありがたいと思った、めちゃめちゃ感謝です、本当にボムさん。こんにちは。勇者さん、アースありがとうございます。うーん、姿勢正した。あ、ボム、そんな歴史深い、ボムってそんな歴史深いあれなんですか、雑誌さんなんですか、すごい、そうなんだ、ありがたいよね。マシャさんありがとう。めっちゃありがたい。マシャさんありがとう。若者のすべて。真夏のピークが去った天気予報士がテレビで言ってた、それでも未だに街は落ち着かないような気がして、夕方5時のチャイムが今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、若者のすべて、私も好き、もうどぐるってる。マシャさんありがとう。ゆうきさまさまさんありがとう。マリュありがとう。ソフさんありがとう。つぶちゃんさっき起きてパタパタしてた。でもまたすぐに寝た。二人セゾンも私も好き。
恋をして二人ずつ二人ずつ秋風で去ってゆく。なりとのしんちありがとう。たけさんありがとう。うん、老舗雑誌なんてあるんだ。 B ショップアウンさん、ひびきさんありがとう。老舗雑誌って言うんだ。なるほどね。響さん、そうさん、ありがとう。どんな歌が好きかな。大丈夫、ほっといて、私なら平気よ。でも歯もないよな噂は、どうでもいい、気にしないわ。この歌かな。アイライン激長。やばいじゃん。過ぎて溶ける人が出ちゃうんじゃない？まつげ上げるのさ、見てると怖くない？取れそう。あの広島でお話し会あるじゃないですか。それのカラオケで歌うの決めたんですけど、楽しみです。ママウケる。いいじゃん。
評論は。泣いた？あ、ステージの花火上がんの？まつげ、マスカラ、あ、お話し会の話。うん、ぽい。ステージの花火って何？ステージで花火上がんの？やばくない？ちょっとマスカラ下地塗ったんで白いんですけど。ゆうき、タンタンありがとう。当日までのお楽しみに。カエルさんありがとう。あ、線香花火か。楽しそう。ちょっとステージの花火上がるんかと思ったら、これね。え、そうなん？くじ当たったらってこと？え、すごいじゃん。成田のせんちハートありがとう。でも私線香花火でさ、やけどしたことあるよね。うん、え、それな、火怖かったよね。私線香花火でやけどしたことがあるので、ステージで線香花火は危険だと思います。線香花火を舐めたらあかんよ。意外と危ない。え、推しメンと花火で、マジか、抽選で。めっちゃいいさイベントじゃん。なんで私知らないの？なんで私知らんのや。知ろうとしてなかったっけ私。企画読んでないと見た。マジか。全然読んでない。コカオタンさん、ピースさん、ありがとう。手持ち花火で火傷したことある。だよね、あるよね、誰しも。タヤさん、コカオタンさん、かわいい、ありがとう。もう服じゃなくて手が焼けた。ピースさん、ありがとう。企画読んでいません、ごめんなさい。私そういうの読めないタイプで。読むの苦手なんだよね。確かにサプライズ感があっていいね。ポジティブに受け取ろう。今アイメイクができました。そしたらあとはほぼおしまい。靴ごと焼けた、最悪じゃん。
苦い思い出ですね。キューマさん、うん、ありがとう。靴ごと焼けた、やばいな。ちょっと笑っちゃう、悪いけど。靴ごと？あー、晴れてほしいね。そういうことか、外でやるんだね。さすがに花火は外だよね。雨ならグループ写真撮影、写真会ってこと。なるほどね、晴れてほしい。今のところ降りそうな予感ならいいんだけど。そして抽選も当たってほしいな。トゥルルルルジャン、音符ありがとう。ありがとう、手伝えたくて。ウィンウィンウィン、タラララララ。ちょマッピーさんありがとう。クラブアストロ、わかんない。クラブアストロなんて、あのクワトロならわかるけど。駅の近くですか？近くです。うん。クラブアストロ、アストロわかんない。クワトロのことかな。クラブクワトロなら広島パルコにあるので、これめちゃめちゃ近いです。本通り駅とか神谷町、ん、八丁堀駅とか近いです。みんなどっから乗ってるんだろう。マップですね。私あ、クラブアストロ神戸。そうなん、クワトロのことでしたってコメントで。わあ、まあまあメイクができましたよ。クワトロフォルマッチは美味しい。わからん、クワトロフォルマッチって何？チーズの名前。あれか、ピザ。美味しい。チーク。次回待ちに待って、助けてくれ。もちろん。私広島詳しいからね。うん、広島長いから。
応当日券ね、ある時はあるよ。よいしょ。確かに。ね。トトラー、ナリトの戦地。ありがとう、ウッポさん、ミラボーありがとう、にゃんにゃん、ハヤトさん、キハさんありがとう。確かに当日券はなんか当日来ちゃいました。じゃあダメなんだよね、ちゃんとなんかチケットがなんか買わなきゃなんだよね、大変だよね。キハさん、おっとっとさん、たかゆきさんありがとう。もう夕方です、夕方になってしまいました。あっという間すぎる。でもさ、7時半に起きたよね私。え、あなたも？あら、時間。え、何時にご飯？あともう、あと。え？うん。早まったよね、だいぶ。大丈夫な。つぶちゃんが起きました。ご飯の時間なんだって、もうちょっとで。めっちゃ目が、あ、やばいつぶちゃん、やばい、つぶちゃんのご飯私見ないといけないの。しかも15分だから、また15分始め、次4時とか3時半とか食べるようになるんじゃない、次から。失礼しました、つぶちゃんのご飯でした。つぶちゃんご飯も早すぎ。おっとっとさん、たかゆきさんありがとう、しばさんありがとう、さんぱちさん、しばさん、トラッキーさんありがとう、マイコルさんありがとう。成田のしんち、コンコン、ウッポさん、ミラボーありがとう、トトラハートありがとう。ほんとつぶちゃん、つぶちゃんだよ、かわいい。どんどん夜ご飯が早くなっていってる。トラッキーさん、かわいい、ありがとうございます。よし、よしよし、ふう、休憩。
はやとさんありがとう。クッキー休憩。ご飯の単語に反応する。反応する。はやとさんありがとう。クッキー一日が23時間だったら大変だよね絶対。一日でも一日がさ20例えばさ30時間になったとてさ、いやそれはそれで疲れちゃうのかな。だから24時間でさいいよね一日って。おやつに反応するのかわいい。おやつ30時間なら若い、ね、確かに年取る数がさ減るね。年取るお誕生日まで遠くなっちゃうじゃん。それは困るよ。一日20時間でもいいかも凛さんありがとう。でもつまりは0時から10時が正午みたいなもんでしょ。10時が正午になってそっからまたでもう10時になったらもう深夜ってことでしょ。プリンさんチェリーさんありがとう。いいかも。そっち方面かも。もし一日がそう、うん、働く時間がほら6時間になったらほら最高じゃん。面白い。いいじゃんいいじゃん。21。おーなるほどね。ギリギリセーフ。ノブさん100回ありがとうございます。なんだもう発送会社さんも大変だろうな。写真集を届ける人も段ボールどんぐらい届くんだろうね。怖いね。つぶちゃんはちっちゃい。けんちゃん、ゆなさんありがとう。ベッド作れちゃうかも。すごくない？そしたら寝れるじゃん。布団までできるかも。マジで可愛いベイビー。オイスターズけんちゃんかわいい、ありがとうございます。今から髪の毛やっていく。かき氷食べた。チェリーさん、山さん、さとしさんありがとう。
写真集の布団重そうじゃない？あったかい、あつ、あったかくなれるんかな？どう思う？ロッキンミルさん、ありがとう。あったかいのかしら？息できないくらい重かったらやばいね。けんちゃんありがとう。クッキードキドキね、ほんともうありがたいです。みんなが予約をしてくださり本当にありがたい。みんなのおかげで見るんさん、クッキーありがとう。え？今届いたの？え？すごいね。丸受ける。ほら。あ、やってる。やってるやってる。どうよ。にゃんこけんちゃん、ニョッキンミルンさんありがとう。ツタヤよろしくね。よろしくね、本当に楽しみです。鈴木秀和さん結婚して難しいです。それはかなりかなり難しいお願いです。よし、前髪オッケー。けんちゃんありがとう。サマステ楽しみ。なんかさ、東京さ、雨降ってるところが多々あるじゃないですか。大丈夫かな。なんかなんならさ、雷みたいな。昨日はおー大大雨だったよね。らしいね。
なんかさ、空の撮ってたらなんか雷が降ってくる状況が撮れたみたいなさ、ツイッター見てさ、えーって思って、飛行機も止まったの、やば、怖いじゃん。明日明後日は晴れ、あ、よかった。よかったよ。ラフィールさん、ラフリさん、ありがとう。ナオトさんもありがとう。元気印が来るから晴れた。任せて。ハヤトさんありがとう。任せろ。私晴れ女。生粋の晴れ女だからね。アイロンをかけると元気になる。お、鈴木秀和さんにおっきみなさんありがとう。え、雨男やばいじゃん、やばいじゃん、暑すぎ、それな、暑いよね今。チャイムがあと30分になる。やばいよ、急げ急げ。5年前のさ、今日ちょうど、今日というかこの期間ちょうど STU の2期生のオーディションと出会ってさ、オーディションの応募期間だったってやばくない？いつ出会ったんだろう2期生のオーディションと、分かんない。でも私調べたらさ、最終日に送ってたっぽくって、うえ、ギリギリって思いましたよね。マジ受かってよかった、心の底からそう思う。マジ受かってよかった。
砂糖なんですけど、ハートありがとう。もうだってここでアイドルに慣れてよかったと思う。うわ静電気やば。STU 一択よ。7年前、6年、5年前じゃない？佐藤の好きありがとう。それな。受かってなかった。みんなにも出会えてないし、初心者も出せてない。天丼太郎さんありがとう。トラッキーさんありがとう。やば、静電気やばい。いいよ。静電気やばい。今すぐ抑えなきゃ。見えた。私の静電気。ね。ビーカーって何？ビーカー。あ、いや、ビーカーって何？って思ってコメントできた。あのビーコーこの謎いです。ビーカーって何？理科のビーカー？あ、ピカチュウだって。ピカーリコチね。ピカチュウね。お笑い元気出るわ。いいじゃん。何よ。いや静電気起きないよ。だってまだ夏だよ。夏だから静電気もそんな起きないよ。乾燥してないし。ピカチュウの発音。ピカチュウじゃないん？ピカチュウなん？ピカチュウなん？ピカチュウなん？ピカチュウじゃないん？ピカチュウ？ピカチュウもしかして？ピカチュウって言うよねサトシ。ね。マジか。マジか。ちょっとなまってる。山口弁かな。夏でも静電気あるの？マジか。ピカチュウかな。ピカチュウ。どこが違うの？え？マジか。うん、ピカチュウだよね。うん、ピカチュウかもしれん。ピカチュウじゃないでしょ。ほんと、ピカチュウ。ピカチュウ出身。私だってしまじろうよりポケモン見てたもんね。私しまじろうよりポケモンです。じゃあリップを塗るよ。リップはどっちの色がいいかな。日本語むずいね。ほんと難しい。むずいって。ピカチュウじゃなくてピカチュウだよ。明るい方やっぱこっちだよね。赤っ。
オッケー。佐藤直介かわいい、ありがとう。オッケー、おしまい。ヨウくん、かわいい、ありがとう。たっくんです、だるま、ありがとう。成田のしんちもかわいい、ありがとう。たっくんです、お手紙ありがとう。よし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 、完了しました。メイク、髪の毛も、静電気も起きてない。綺麗になりたい。綺麗綺麗、え、嬉しい。リップの色良きだね。ハリーさん、ポチポチありがとう。鈴木秀和さん、かわいい、ありがとう。じゃあここら辺のお片付けをします。和吉さん200回ありがとう。トラッキーさん、ハイビスカスありがとう。パチ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 、ここが早く伸びるか切るかどっちかしたい。可愛いっていいなといつも思う。どうしたん、可愛いに憧れる。可愛いって言葉は人を幸せにするよ。ヨウくん、ハートありがとう。可愛いも人を幸せにするよね。だってもうさ、私最近このかわいい動物の動画とかばっか見てる。わっ、ノム買いました、嬉しい。私見つけた。いや、この髪の使い方は分かりません。ちょっと巻いてみたいな。Earthquake。なんで？あ、地震だ。怖っ。ん？聞こえない？うん。オッ、揺れた？っていうか、でもこっち切ろう。
パンダ丸さん可愛い、ありがとう。切り替え早やっほー、パンダ丸さんハートありがとうね。大丈夫でした、警報怖かった、心臓に悪い。あ、揺れたの、みんなも。日向ヒューガなん、うん、あ、宮崎県、ビビった、健康第一でありがとう、ビビった、大丈夫ですか、私は大丈夫です、ビビった、この音怖いよね、え、あの警報切ってる、アスーさんハートありがとう、私も切ろうかな。あ、切った、え、どうやって切ったらいいの、でも身の危険が怖いけど、でもそう、びっくりして心臓が心臓に悪いもんね、寿命縮む、これどうやって切るんですか、あ、皆さんをびっくりさせてすみません、それな、そんなに大きい地震はすぐに気づくから大丈夫だよね、しかも、え、緊急速報オフにできるの、あ、できるんだ、え、津波注意報が出てるらしい、ね、あ、本当、どこをオフにしたらいいんやろ、ストーチは大丈夫そう、よかった、まあね、揺れは全然分かんなかったので私も、よかった、ちょっと今調べてる、アッスーさんありがとう、しかも他の人だってなんか、あ、大雨警報とかで真夜中になって目覚めたもん、にした、怖いもん、できました、私こっちの音で命の危険だよね、でもさ速報が鳴るのちゃんとあれしてくれるから偉いよね、教えてくれて、わあびっくりしました、びっくりしたいわ、ハンニバルさんかわいい、ありがとう、マジかね、怖いね、みんなも気をつけて、ハンニバルさんハートありがとう、でもつぶちゃんは1ミリも起きてない、のんき、うーん、あ
と教えてくれて、びっくりした。けんちゃんありがとう。ふう、びっくりしちゃった。じゃあちょっとお片付けする。片付けしたら配信終わろうかな。じゃあ。わかる。とね、たくまさん、かつりんさん、ありがとう。え、何その情報。そうなの。え、怖い。確かに今年の、確かに元日公演を思い出しますね。ちょっとすいません、引きずって。OK です。お疲れ様みんな。 OK、 じゃあそろそろ配信終わろうかな。そろそろ配信終わっとこうかな。そう、今日はボム9月号さんの発売日なんです。そしてツタヤ限定版の方では、スタヤ限定版の方ではなんと、なんと裏表紙なんです。ふさんハートありがとう。なので皆様ぜひともよろしくお願いします。ハリーさんポチポチありがとう。終わりまーしゅ。終わりまーしゅ。
トトラお疲れありがとう。終わりまーす。写真集も2日後に発売なのでよろしくお願いします。では39位から江戸っ子のかずちゃん、石井さん、さとしさん、たけさん、たっくんです、山ちゃん、ようくん、ソニチ、アムトンさん、パンダマルさん、おっとっとさん、くにちゃん、キハさん、フボムさん、佐藤のんすけさん、サンソンさん、オリちゃんち、ボヤッキーさん、トトラー、ケンちゃん、マシャさん、アーさん、トリガーさん、ハニバルさん、小顔タンさん、カゼさん、フクちゃんち、サンパチさん、シバさん、カエルさん、マリュ、コンコン、ニョッキンミルンさん、そして本日の秋元先生枠は鈴木秀和先生です。ありがとうございます。ナリトのしんち、マイコルさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、デザインはトラッキーさんでした。トラッキーさん、ありがとう。第2位はカツリンでした。カツリン、ありがとう。そして第1位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとう。ということで皆さん無事を祈ります。祈っていますよ。リガゴちゃん、ありがとう。トトラお疲れありがとう。ではまた話しましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに、みんなまたね。でここはじゃあね、気をつけて。みさきちゃん、ありがとう、ありがとう。皆さん気をつけて。